どうも、僕らグズです。ゴックラーク。久しぶりの3人です。来た。元気やった？やってました、やってました。やってましたよ。やってましたってね。そんなに久しぶりか？いや、結構久しぶりだった。気はする、3は。だって、あの、一人動画というか。そうですね。そんなんがあったり、二人動画とか、人形劇やったりとか、人形劇の人気のなさがちょっと俺ちょっと悲しくなって、俺おもろですけどね。やるな、やっぱりちょっとまだ良さが分かってない視聴者が悪い。いや、これでな、強気な、強気でいこう。お前は悪いよ。ええ、ボスやわ。ついてこれてないって。強気でいこう。まあ、まだ続いていくのは続いていく。心折れる。いや、あの打ち切りです。うわぁ、なんだったんや。なんかホッとした気持ちもあれば、エリちゃん、エリちゃん。ほんで今日は、今日は、まあ、せっかく3人集まりましたし、かねてから決めたかったこと、このままやらへんかったらなかったことにされてしまうんじゃないかと思って怖くて、急遽集まってもらいましたけども、はい、B ボーイ大輔くんの技の名前をね、僕ら決めれるっていう権利を得たでしょ。はい、ボーリングで勝ったから。そう、勝ちましたからね。いや、2人生きてたけど、もう俺だけ勝ったようなもんやねんけど。僕らクーズとして、そういう言い方は、いや、これ言い方は悪かったけど、ケンさん頑張ってたよ。この人だって途中がなんか、こんなんいいんじゃない、食べてただけやん、あれ。クジャク真剣やってへんよ。クジャクヒヒヒヒヒ。まあ、結果勝ったしね。そう結果勝ったし。これちゃんとね、はい、僕ら話し合ってて、ちょっと、まあ、決めてもらうというか、選んでもらうというかね、やらないと。冗談で言うてくれたんちゃうか。いやいやいや、もうそうはいかないよっていうこと。言うてん、言うたでっていうやつ。映像残ってるから。その回で、あのね、先日彼ちゃんと言ってましたよ。お、お名前つけてもらいますって。来た、間違いないです。だから、だってあの後海外行ってたで、チームでまたいろいろ連戦で、すごい方やね、やっぱり。改めてね、改めてその技も見たけど、今多分出てるでしょ、ここに。あれすごい技でしたね。すごい技。このな、これ今のこれ。それな。すごいわ、やっぱ。ちょっとやってみて。いや、できひんで。できてもだ。ちょっとやってみよう。だから。テレ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 。みたいな。いった。こういうのって大体おもろなんのにな。いや、笑えよ。早く座ってくれ。いった。そう、今の感じのね、はい、そう、あのトトトトンっていう背中にね。そう、あれ、あれでも、いきなり出た技なんでしょ、うん、すごいね。寝ろてたという、うん、であのわけじゃなくて、その場で、戦いの中 ですごい進化していくね、生まれた技、かまど炭治郎ですよ。お、出た。出た。戦いの中で進化していくんです。まあね、途中から進化しすぎやけど。ケンさんはそれでいいですか、候補、技の名前。かまど炭治郎、赤いやん。いやいや、赤いやん。マジで逆にいいかもよ。で、あかんでしょ、それ。カマタチロー。あ、ちょっと英語っぽくね。イエーイ。海外でこう、ちょっとやっと、まあ、ちゃんとやってくれる。カムなんちゃらみたいなこと。やっぱ英語で言われることが多いでしょうから。それはそうよ。ね。うん。ちょっと言っとくよ。パリオリンピックの正式種目になってますからね。ブレイブね。あ、だから僕らのその決めた技名がオリンピックで叫ばれる可能性が。ゼロではないです。ゼロではないですね。逆にボンジュールとか。パリ寄せ。ジェンヌ。なんでパリだけに。ジェンヌね。タイジェンヌは。あ、タイジェンヌ。なんでパリだけに寄せるんですか。他の国どうなんだ。確かに。まあ、なんかけど、ほんまにけど、もう多分無理かもしれんけど、俺は、まあ、極楽ズとは入れたい。いや、わかる。俺もそうやね。俺も、だってそれを買ったのは俺らやねんから、その名前は絶対永久に残っていくわけよ。じゃあ名前でね、だから検索したり。あれはもう、これ俺もこれでいきたいと思ってる。極楽さん、さん、さん、うん、さんってだから太陽の意味もね含め かけてもええし、三人のさんっていうの。ああ、ええから、ええから。他はどんなさんがある？え、他のさんは溶ける。あ、溶け出す。炭酸怖いっすね。ちょっと怖いね、なんか。そうですね。あのほら、大谷君がほら、ホームラン打ったら、大谷さんって言われるからね。ほら、やっぱそのテンション、タカランテの MC も、ゴクラクさん、ゴクラクさん、いいかもよ、ほんまに。俺もけど、ほんまそれなんですよ。名前入れたら、なおさらいいかなっていう。まあね。ゴクラクっていうのも多分いいじゃないですか、多分意味が。意味はね。体
海外の方も好きそうだね、海外の人も知ってそうな、確かに確かに、なんか考えてた、確かに、僕ですか、僕はいっぱいメモってましたよ、今の流れ言うたんだよ、お前嘘、メモしてんの、なんか多いって言うたんだよ、しかもずっと光って全然消灯せえへん、スマホが画面より白い白になったんだよ、ロックなしにしてる、股間のところちょっとでも、今もう一回ちょっと全部なしにしますわ、なんでやれんの、いや、一応それはほら、いや、一個は言うたよ、一応言うたらええ、だからカットしたらええねんから、それはなんどんなの正解だよ、まあ、一つ、まあ、さっきの動きですから、はいはいはい、もうかなり重力に逆らってるなっていう、おあ、まあね、バーンを取ってた背中で、まあ、ゼログラビティですよ、ガチやガチや、いや、ガチで考えてくれ、いや、いいね、いいね、いいね、ガチで考えてて、タイちゃん優秀でしょ、一生懸命考えてんねん、そうそう、俺はだってガチやってそれもフォローなってへんし一生懸命考えてるガチやって言っただけ、俺はあと、ガチやもんな寝てそう、なお前考えすぎて、そう、そりゃそうっすよもう、あ、消えてもらう消えてもらう、あと、メモいらない、まあ、無重力、ゼログラビティ、ゼログラビティ、グラビティってどういう映画だ、重力で、ゼロ映画で重力ゼロ、じゃあやめましょう、いやいやいや、別にあってもええやん、重力がないっていうのと、あ、ちょっと言ってみて、お MC の人がちょっと大好きな技を出して、ああ、どうぞ、ウォー、ゼログラビティって感じになるんでしょうね、死因にはならんやろ、それぐらい死因にはならんやろ、それは分かりやすいよ、そうやん、動きとしては、あと無重力っていうのと、まあ、走ってるっていうので、ああ、足がね、足が何やったっけ、ランニングみたいなこと、何なんちゃらランニングみたいな、じゃなくて、何ランアップムーン、ガチやん月を駆け上がるっていう、ランアップムーン、ああ、おしゃれおしゃれおしゃれだな、ガチやん、やっぱそうか、いや、こういう人が、いやいや、全然、いや、こういう人がいないと騙されたー、そうそう、こういう人になるとやばいやばい、騙されたもう一回メモ見直してランアップムーンか、わからないですよ、そうそう、ランアップムーンじゃないと月を駆け上がるとランアップムーン、悪い方向島ランアップムーン、あ、でもまあまあでしょ、いや、いい、いい、でしょ、いいと思う、ランアップムーンかゼログラビティどっちかやな、もうじゃそうあるでしょ、渾身のね、あるでしょ、極楽入れましょう、極楽、今、ボスは今極楽入れましょう、いや、どれもなんかうっそまあそうですよね、厳しい、英語やったら大体 OK な説あるけど、それ分かんねえや、今ランアップムーンと、いや、なんかもっと、もっとちょっとこうキャッチーでゴロのいい感じの、極楽さん、ええやん、めっちゃ極楽さんですよ、だって一瞬やで、わざって、はい、だから短い方がいいねって、極楽ぐらい言ってもたら、極楽ね、極楽って意味分からない、だから言いやすいです、極楽ラッキーのね、幸運のラック、わお、極楽、あ、いいやん、いいですね、あ、いいかも、極楽、極楽もいいやん、これはマジで結界、キャッチー、結界ね、短いし言いやすいし、ほんまにほんまにこれいい、それがゼログラビティやもんね、いや、ランランアップムーン、あの、一応ちょっとさ、ビルを弁が悪すぎるわ、なんか一応、ビルを駆け上がるっていうのでもいいんですよ、ランアップビルディングでもいいんですよ、あ、長いもんね、それちょっと長いわ、こうかそうかこの感じ、いや、なるわな、まあ、まあけどほんまちょっとお前何も言ってへんよ、俺だからほんまに極楽ズスペシャルとかみたいな定食やないねこれ、まあ、ちょっとさ、ね、ちょっと待ってよ、なんか B 君ばっかりでさ、 BGY のケンさんあんまり何も、いやだってそんな、だ自分らのやつ入れんとつけた意味ないですよ、いやだからよ、じゃあそれやと何が、だから極楽さん、あ、極楽さん、極楽さん、顔が腹立つ、いいかな、それは親に言ってくれよ。いやだって自分らのゴス、いやそんなこと言うと、ほんまやったらコシバがいいよ。いやいや、まあそういう言い方ね。こんな感じの。すごいなコシバ。コシバ。セイヤ。言ってほしい。言ってほしい。空手な感じのね。野球に寄せるの。いやなんかもうやっぱり喧嘩だってほら。
そのあのシーンってもうほんま一瞬やから、でもあれをやった時にポカーンってやっぱお客さん湧いてるわけやん、極楽、うん、出たっていうことやろ。そうやね、出たな。ちょっとほなもう一回今ここに映してもらいましょうね。どうぞ。え、ほら、いや、うん、あの間にバンって、今はだってそれ、これ今見てもらったのは初めてこれ繰り出した時の動画でしょ、多分。あ、そうやね、そうやね、とっさに思いついた時だつのやだから、もうそれもう分かれへんわけよ、 MC そうですね、名前もないし、なんそれなん、ランアップムーンやと思えへんわけやから。と、そうですね、ランアップまさかでもグラビティやと思ってないわけです一瞬、わざとない一瞬ですもんね、うん、だから終わってんのにランアップムーンやったら長いかもしれないですね。そう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 、とんでも終わってるから、まあ、でもそのムーブに入った時になんとなく分かるやん、まあ、これ行くんちゃう行くんちゃうみたいな、出るか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 、ゴックゴックゴックみたいな、ゴックラーゴックゴックラーク、完璧やん、お前ら遊んでる。いやいや、ほんま、俺ほんまに言いやすいっすよ、叫びやすい。それから頭文字とか取る、なんか B G B B K とか、なんか B B K BBK とかけど ありえるけどね、 なんだこの意味はっていう意味だよね。頭、まあ頭より B ちゃうか L か、あの語呂悪い BLK やな、 BLK なんで、でもお前が一番だ。あ、ほんまや、それちょっと聞きたい、なんで自分頭にも、いやいや、たまたまや今、いや、K でもや、俺が先輩や、あの先輩がおったら言うけどね、自分も一番最後に、だから小芝 BB、 小芝 BB いやいや、ちょっとそれは譲歩しすぎやそれ譲りすぎでもなんかちょっとあんやわ、ね、なんか、いや、極楽もあんや、極楽は一番、極楽も、いやいや、しっくりやっ、採用されたら最高やな、最高最高、まあでも挨拶ね、僕、うん、そうなんですよ、極楽いいよ。ほんでそれをバンって終わって、バンってやった後にこうやってやってもらって、うまい、オリンピックを出すんや、オリンピックね、私もね、こう、それは分からんけどさ、まあ僕らがパクったって風になりますけど、順番的にはいいね、いいね、いいね、全然全然いい、え、ダメなんすかって全然なんで、あ、ゴックラックいいじゃないですか。でもなんか文字にすることあるかもしれないですよね。あ、まあ、雑誌とかニュースとか、まあそうか、ダンスの雑誌とか、スポーツ番組とか、あ、だからダンス雑誌みたいな、雑誌とかね、ウェブ上でインタビューとかで、インタビューとかで、あの技やばいっすね。なんかね、ブレイキンの中では誰かがやった技はもうしないんだって。あ、そうなん、アミダスマンか。そう、だから あえてゴックラックっていう名前をつけて、もうみんな自由に使っていいですよみたいな流れを作ると、本当にあのスタンダードな技として、それが入れてもらえたよね。そのそれってタイちゃんが、タイちゃんがいいよって言ったらいいんや、いいよっていうか、いいよ、そもそもそういうこう真似をするのはあんねん、文化じゃないから、はいはい、いかにオリジナルのものを出すか、真似することの方がダサいと思われるっていうか、そうそうそう、真似も難しくできひんとはあるもん。だから一連の技の流れの中で使ってもらいやすいようなこう流れを作らないといけないね。そしたらみんなもう自由に使ってくれる。じゃあできるか、でも確かにタイちゃんしてできないわね、むしろできんのかな、まあ、できないからあれ初めてやったよ。え、タイちゃんももう一回できるんですか。タイちゃんはできんじゃん、毎回入れるんですか、あれ、その試合だけ。もしかして最初で最後やった可能性ある二度とやれねえやろ、ほな名前つけても分かんない見たことあるよね、めちゃめちゃかっこいいよね、かっこいい。なんで君らはそのこの間ワークショップの会の時にさ、それやってもらえへんか、第一回ちょっと見たいっつって、もう一回見たい、あ、これね、生でね、うん、そらもう他に用意は、用意はなかった、僕のこと考えとったから、用意はなかったっすね。え、いや、だってピークなんかもうね、子供踊ってるのじゃなくて親御さんの、ね、お母さんばっか見てましょう。いやいやいや、そんなこと言うたらお前なんかもうずっとあの鏡のところにあの背中つけて、あの韓国の星座のあれ、そうやな、あれあれもうちょっと
もうちょっとあったっすね、あれね。そろそろ決めましょう。はい、パタパタ。何でしたっけ。パタパタ。パタパタ。また出てきたよ、ね、ようわからんやつが。いや、ゴックラックで一応、まあ、カッコゼログラビティとランプムーン出たよ。けど、これが一番かなみたいな。それをじゃあ、もしかしたらランプムーン選ぶかもしれない。確かに、ね、その3つでどうですか、はい、で、選んでもらう。うん、多分、でもゴックラックになりそうだね。ね、うお、乗りそう。そうなってくるから最高でしょうね。いやいや、ほんまゼログラビティがいいでしょ。いやいやいや、ランアップも。お前は一生懸命考えていってないから。いや、別にじゃあほんまにいじってないねん。いや、いい。いや、でもなんか出たなと思って、そのキャ性格というかな。出たし、だからもうほんまに言いたくなかだから、あの、提示するときはランアップムーンから言ってた。そうですね、一応順番、そうですね、順番、順番は大事ですね。その3つで選んでもらう回をまた、そうですね、今度会うんやろ、ビジュアル。はい、あそこで選んでもらいましょうか。そこで選んでもら選んでもらったね、じゃあどうしよう。ね、そうしましょう、そうしましょう。いいです。はい、はい、ゴックラックの表記は、ラックはラッキーのラックにします。カタカナはいいかな、だけど英語の方がいいんか。そら英語やな。ゴックはまあなんか、そうだね、でもあの表記を考えなもんね。ゴックは別にアルファベットでいいじゃん。ゴフ、ゴク、で、ラック、ラックはラックにしましょう。ラックにしましょうか。ラッキー、 LU、 LUCK、 LUCK、 ゴックは LUCK か。ゴクは GO、 GOKU、 ゴックだけでもいいかもしれない。ガンダムやん。ゴック、モビルスーツやん。ゴック出たー、ゴック、ゴック、まあ、力は入る。強いやん、それも力は入るけどね。なんでそんな小馬鹿にしたいかする確かに俺も考えてんねんか。そうですね。そう、ほんならちょっと1個教えてください。いや、違う、今だから言ったよ、今パッとね。そういうのもなんか小馬鹿にしたら話で言うから。あ、ガンダムのやつ。なんでやねん、笑うなよ。すごい、ギー君の気持ち分かった。そうでしょ。恥ずかしくなるんですよ、すごく。じゃあ、ゴックラックということで、はい、はい、ぜひそれをぜひ届けていただいて、ね、まあまあ分からへんけどな、いや言うかも、ね、かもう一回考えてこい、考え直しやっていう、ま、それぐらいのことやから。まあまあそうですね、一生そうなわけで、ね、世界チャンピオンが、はい、ね、そうしましょう。じゃあ、大ちゃんまたね、選んでもらって、はい、また出てね、ね、出てもらってね、で、僕らもそれ決まったら、はい、見せてもらって下げましょう。な、はい、皆さんもどうなるかをご期待ということで、ありがとうございました。ご苦労でした。ゴックラックランアップムーブ。恥ずかしい。ゼログラビティ。浮いてる浮いてる浮いてる